アミューズプラスをご覧の皆様、こんにちは。舞台ジャンヌダルクでジャンヌダルクを演じます清原香耶です。そしてシャルル7世を演じます小関裕太です。11月28日より舞台ジャンヌダルクの上演が決定いたしました。さあ、そちらを記念して今回清原さんと僕小関裕太が対談形式で様々なお話をできたらいいなと思っているんですけれども、これは初日の直前に公開されるみたいなんですけど、そうですね、実はここ今日初対面でして、だからご覧いただくタイミングよりだいぶ前のにこう対談するので、それを踏まえてちょっと新鮮な会話をちょっと距離あるなとかみんな思うかもしれない、ね、本当今日ご挨拶して初めましてだったんで、まあ、そんな逆に楽しんでいただけたら嬉しいなというふうに思っています。よろしくお願いします。の清原さん、第一印象は、今もう今日が第一印象なんであれなんですけど、パッと見た感じはすごくこう、なんて言うんだろう、静かでミステリアスな感じだなっていう印象を受けて、でもなんかそれが同じ日なんで大きく変わったわけではないんですけど、でもこう取材とか重ねていくうちに、あ、結構なんか視野広くいろいろ見てる人なんだなっていうのを感じました、うん。そうですか本当ですか、うん、いろいろ見てるなって思いました。視野がなんか物理的に広くて、見えるんです。いろいろこの辺まで。あ、すごい広いんだなんか見てますね、確かに無意識に。第一印象、優しそう。あら、嬉しい。ふわふわそう。お、穏やかそう。まんまでしたね。でも、あ、本当ですか。はい、嬉しい。大きく全然変わらなかったです。へえ。あ、でも、はい、思ったよりお茶目な方なんだなと思いました。あ、撮影とかでさっき、はい、こんなにおふざけをする方なんだって印象が全然なかったので、あ、いいな、私もふざけたいなって嬉しいです。